はい、よろしくです。ジョンです。カジです。今日の企画は高校あるある20校入れるまで帰るまで出て。我々のメンバー構成はですね、地方の共学、大阪の男子校、大阪の共学。なるほど。じゃあ分かれてるね、はっきり。めちゃめちゃ分かれてるんで、高校あるあるいっぱい出るんじゃないかな。それぞれの、うん、その高校のあるあるみたいな。はい、うん、一回恋愛からね。一回離れて、ね。離れてみて、うん。はいはい。まあ恋愛でも別にいいわけだから。あ、いいっす、いいっす、全然。俺はまあ男子校だからなかったけど。そうなんだよね。できへんだよね。そう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 。だからじゃあ、とりあえず出してるか。はい。やっていきましょう。いいっす。はい。はい。はい、どうも。あの、保健の先生がドラマと違いすぎる。なんと。本当によくあれよ。地方も、地方もです。地方も、地方も。男子校で保健の先生、男やった。もう男なんだ。そうそうそう、はい、はい、じゃあ、はい、校庭に犬来たら大騒ぎ。絶対ないわ、分かんないわ、分かんないんだ、絶対ないんだ、この楽しさ知らないんだ、うん、全然分からんな、人生の8割損してる。いやいやいや、都会に犬とか絶対入ってこないもんな。絶対に入ってこない。もう学校中が、うわー、犬来てるぞーっつってみんなが窓から覗く。授業中でも窓から覗く。へえー、そうなんや。芸能人か犬よ。はい、はい、はい、生徒間でエロ本のレンタルサービス始まる。え、わかる？エロ本、エロ本というか漫画はありましたね。だ、エロ、そう、エロ漫画とかエロ本をめちゃくちゃ持ってくるやつが一人いて、別から全員がこう借りていく。俺の友達は、あの、HH っていうブランドの袋の中にエロ本入れてた。めちゃくちゃ HH じゃん。っていうのをよく言ってた、中学校の時に。はい。はい、はい、あの、通学路に名物おじさんかおばさんがいる。あーあー、なんとなく分かるかも、ニュアンスは。通学路な、はい、どんな人がおった？僕らは呼んでた、あの、ヤクルトおばさんっていう人がいて、あの、君たち、どこどこの方向って聞かれて、はい、そうですって言ったら、あの、うちは、そこの、なんか、うちの息子はそこ落ちて、って語られるんや。で、語られて、でもね、悔しくて、最後、大阪大学に行ったのよ、と。そこが15分ぐらいあるんですよ。15分もあって。大学に15分もあって、それ聞き終えたら、ヤクルトくれるんですよ。ご褒美に。だから、ヤクルトおばちゃんの。で、頑張ってね、で、君たちも頑張ってね、って言われて、ヤクルト一人一本ずつもらえる。はい。はい。通勤路とかに、クマが出たら集団下校になる。いやいや、小学生4人で帰って何になるねんみたいな。一応集団で帰るっていう。クマ出てくる。クマが、クマに、年1、2で、山奥でクマが出ましたみたいなのが流れて、もしたら集団下校みたいな。一人で帰ってもらってないから。集団でも無理やわ。そうなんだ。小学生の5、6人じゃ勝てんのよ、クマに。クマ出てくるやばいな。でもこれ男子校あるあるけど。こう、授業中にしこるやつ。マジ？マジ？いや、おったよ、これは。俺はやってないけど。うん。机の下で。いや、机の下で使えるから。やつおったよ。マジ？絶対男子の一人は絶対おる。マジ？絶対おる。授業中に立って、うん、周りに女子いるから、うん、やばいやばいってなる。あー、だから当てられるんだね、そういう時に限って。そうです。あー、はい、カイト君っつって。はい、立てないですね。そう、立つやん。うわ、立つ。男子校から行くやろ。教官はもう見られないよ、行こう。あ、なんかお腹痛いっすみたいな。それあるわやん。そうなんです。やばなるよね。男子校なんなら、それおもろいじゃないですか。あ、そうそうそう、笑いにトリンク、それで。無理無理無理、女がいるから、うちには。うわ、それはずいな。はい、はい、あの、体育祭マジック。あー、どうなんだ、これ男子校は分かんないんだろうな。体育祭にいろんな練習とか積み重ねてきて、はいはい、最後、あー、そういうこと、結ばれる。そうそうそう、そういうこと。へえー、そういう、体育祭は文化祭っすね。あー、そうだね、文化祭は女子がね、張り切るからね。へえー、めっちゃいいやそれ。めっちゃいいっすよ、うん、なるほどね。団長とかが可愛い子捕まえていくとか。マジ青春やん。やばいっすよ。6年間返してくれ。はい、はい、はい、40代の女教師に興奮する。マジマジ。もうマッキーや。いやいや、そうなんだ。俺たちはおんねや。一応って、でも英語と国語の先生だけ40代の女教師やってんけど、そこないでどっち派かっていうのが間違ってきてるって。力はどっちだった？俺は英語。
でもやばいよ男子校ってマジで、やばい、マジでやばい、15、6の男がってことでしょ。いや、そう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 、はいはいはい、これ共学があるあるなのかな、うん、合唱コンクールで男が「あ」とか「もう」とかしかなくてつまらんって主旋律を歌えないの男の人は。ああ、女の子が主旋律を歌って、はい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 、男はハモリパートだから、はいはいはい、合唱コンクールは楽しくない。男子校ってどうなってんの。合唱コンクール声めちゃめちゃ低い、全員。いや、主旋律なんだけど。そうそうそう。めちゃめちゃ多分声低いと思う。共学と比べたら。パート分けて全員下のパートみたいな。ああ、そういうことになるんだ。はい。はい。これ、トイレでやってるゲイっていうんだけど、いやまあこれちょっとそう、別にいたらしいよ、別にゲイが悪いわけじゃない、もちろん、じゃないけど、なんかトイレで、俺は直接誰かは知らんねんけど、このやってる人が見つかりましたみたいな、なんかあって、そいつらがこう、処分くださいたらしいよ、そのトイレやるなって、なんでか分からんけど、やったらダメっていうことで、処分くだされて、でそいつらの、処分が、入れられた方が定額で、入れた方が退学っていう。なんでそこ分けたって、なんでそこ分けたっていう罪の重さがちょっと違ってるっていう。入れた方は取り返しがつかないんだ。そうそう、どうやって判断したんやろね。それは分からんけど、そういう噂が広がってた。ね、すごいな。恋愛感情はどこでもいいけど、うん、場所は学校じゃダメ。いやまあそうやな、うん、学校でやるのはダメだって。教科書やったら男が退学なのかな。あ、でもなんかそういう授業ないん。逆に俺らありましたよ。どういった先輩たちで、うん、なんか全然台結構上らしいんですけど、うん、6階にあるなんちゃら、うん、まあなんかホールみたいなところあるんですけど、うん、そこで男女がやって、うん、それ先生が見つけてしまって、うん、男子は退学にして、女子は無期定学。あ、もうそうなんだ。そこを下した。退学なんや。入れた方がダメなんだ。はいはいはい、大きい鉢出たら男子が活躍する。ああ、いいとこ見せようって。まあまあの辺でね、こんぐらい鉢出てくんのよ。って、はいはい、時にちょっとやんちゃな男子が、うん、任せときよみたいな、ほうきを取ってきて、なるほどね、戦い出すっていうのは。うわ、いいな、そういうの。うん、マジか。鉢こん、まず。鉢もあんまこんな、別に。しかも、かっこつける必要もないもんね、男だらけやったら。そう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 。まあまあ、ちょっと俺も そういうの逆に行くけど、はい、うん、こう体育の時間とかに、かっこいいプレーしたときに、周りに男しかおらんことに絶望する、うん。どんだけかっこよくても、誰もときめいてない。サッカーとかでめちゃめちゃかっこいいシュートが決めて、おっしゃーって周り見たら男っていう。そっか、そうなのかな。絶望やな。なんで女子おらんねんっていう。そっか。はい。はい。保健体育でのちょっとエッチなところを女子が読むと、うん、おっとおってなるから。あー、なるなるなる。うわ、その楽しみ味わいたいわ。男同士で目合わせるこうやって読んだぞ。めちゃくちゃその景色はなんか広がるわ今。あー、イメージできるわ。すごいよ。はいはい、席替えが楽しくない。学校一番楽しい。一番楽しいやろ、お前らどうせ。一番楽しい。全く楽しくないから。何みたいな、この時間。でもみんな仲いいから、あいつ外のやつだね。むしろさ、もう仲いいやつ馴染んでたから、別に帰んのっといてほしいみたいな、わざわざ。いやー、そうか。この時間、それめっちゃ辛いな。めちゃめちゃ辛いよ。はえー、そっかそっか、隣女子じゃないもんな。そうそうそう。はい。電車乗り遅れると40分引きます。絶対ない。そんな過酷よ。そんな過酷なんや。すごい、しかも金もないからさ、ちょっとカフェ入るとかもできないし。もうマック、100円マック1個で40分粘るみたいな。はいはい。暇すぎて川に飛び込む。もうスケールがないのよ、娯楽じゃないや。車がないからイオンに行けない頃はとりあえず川に飛び込むよ。暖かいうちに。とりあえずもうないから。ゲームとかしてる時にも川とか川に飛び込むから。はい。イベントごとに女子揉めがち。ああ、すぐ揉めるんですよね。揉める。揉めそうやな。女子は男子とも揉めるしな。はい、揉めるな。そういうのありそうやな。俺らそういうのは逆に少ないけどな、別に。揉めないんですよ、ね、そんな揉めへんな。盛り上がるん、その文化祭とか男子。まあ一応盛り上がるよ、男子。あ、そこはそうなんや、うん、はいはい。
とてつもない距離チャリで行きがち。もう電車じゃないから毎日40分40分チャリこいで行ってるやつとか。やばい。チャリすごいよ、田舎のチャリは。そうなんや、うん、やばいな。はいはい、はい、あのバレンタインは靴箱ドキドキする。あー、いいやな、そういうの。これ巨額の特権やな。入ってないかなと思って、うん、もうカバン、机の至る所触るよな。いやー、引き出しの何もないから俺。里子同士で渡したりせんの。いや、せんの。遊びで。あ、せんせんせん。ないんだ。ないわ、マジで。いい匂いの男に抱きつきながら女の子をイメージする。終わってる。終わってるわ、その遊びは。もう妄想でしかもう、うん、できんから、せめてちょっと匂いだけで僕は、うん、抱きつきながら男に。それいいんじゃない。制汗剤とかなんか多分そうやと思う。あ、まあ、そ家の匂いとかあり、柔軟剤とかシャンプーとか。そう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 。はい、はい、これ僕はできなかったんですけど、うん、あのカップルでシーブリーズの、うんうん、まあ、取り替えがちっていう。はい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 、はい、それやっぽいな。へぇ、え、それ何 CM とかやったっけ。 CM でもあるし、うん、僕らも普通にやるんや。へぇ、取り替えた。あ、それはもう両思いのことやろ。そうです、そうです。へぇ、カップルがやってましたね。はいはいはい、はい、いいな、そういうの。はい、ボタン、ジョバスが意外と臭いって。俺言うか分かったんですよ。いやいやいや、一生懸命練習してるということだね。僕は意外と臭い。努力量に比例するからね、臭さは。共感できるの。うん、しない。なかったなかった。はい、はい、剣道部普通に臭い。もう普通に臭い。しっかり臭い。驚愕も臭かった。いやもう、こう匂いやっぱ男はな、うん、悪いよ、出るからね。剣道部の女の子も臭かったっすよ。あ、そうなんや。臭かったっていうか、まあ、付き合ってた子が。臭かったやろ。1ヶ月間付き合った子が。すげえやろ。手めちゃ臭いっすよ。あー、なんか固定してるからね。固定してるからな、それがしゃあないわ。それはもう自分でも言うてましたけど、うん、はい、はい、可愛い子が付き合った時の絶望感半端ない。あー、そう、奪ったかってこと。はい、そのままそうだね。うわー、なんもないよ。なんもない、そんなの。いや、彼女できるやつとかおらんかったの。あ、たまにできて、うん、もうヒーローになるっていう。あー、ヒーローなんだもん。いろんなことをこう聞かれるっていう。